杉山農場でーす。ビートの前にドラム缶ゴロゴロを始めました。杉山農場、大きいところがこれぐらいですね。で、まだ小さいところがこれぐらいですね。で、これドラム缶を1個と3分の2をくっつけて長くしたやつ。これなんでこうやって長くしたかというと、1個だけじゃ、両側から転がした時に真ん中が、届かないですね。真ん中空いてしまうんで、それでこれ長くしました。で、なんかくり抜いてあります。上と下の蓋を取って、っていうのは重たくて持てないんで人間が。それで、持って移動するためにくり抜いてあります。で、こうやって転がします。潰されたとここうなってます。昨日ドラム缶転がして、一回首が曲がったビートなんですけど、これ今日はもうちゃんとまっすぐ起き上がってます。昨日は、このハウスの中を時計回りに回りました。こっち側かけてって、こっち帰ってくる。で、今日は反対からやります。こっち側を行って、こっち帰ってくる。杉山農場。ちょっとブロキャスについて最近もちょっとよく聞かれることがあって、まあ去年からずっと一番言われることがあって、この油圧駆動タイプと PTO 駆動タイプの一番大きな違いっていうのが、油圧駆動タイプだと、左右の羽の回転を独立して制御できるっていうのが油圧駆動タイプの一番大きな特徴で、端っこに境界線散布の装置がついてないんですけど、それがなくても回転を制御して境界線をきちっと同じ厚さで巻ける、そういう風になってるんで、境界線を畑の回り方、時計回りでも時計の反対回りでもどちらでも境界線散布ができる。これが油圧駆動タイプの一番いいところ。この油圧駆動タイプを使うにあたって、トラクターを、国産トラクターだから、うちは、まずトラクターまで買えないから、ちょっと無理だな、とか、って言われるんですよ。で、トラクターも、会社でも、CCLS のトラクターじゃないとダメなんでしょとかって、よく、本当によく聞くんですよね。どうしてそういう話になってしまったのか、わからないんですけど、で、うちのこの、マークさんの場合は、別に CCLS じゃなくて、普通にギアポンプなんですよ。ギアポンプでもちゃんと使えてるし、トラクターのポンプの流量が45リッターあれば、使えるっていうんで、もうほとんどの国産トラクターで使える。もうみんな持ってるトラクターで使える。もう全然大丈夫ですよ。詳しいことは、これ、うちの場合はニューホランドから買ったんで、ニューホランドの営業マンに問い合わせてみてください。杉山農場。あ、エンジンクリーニングやってくれた会社も、この間うちでやった、動画がアップされたんで、ここにリンクを貼っておくんで、見てください。エンジンクリーニングのね、詳しい説明が、詳しい説明もしてるんで、あと、
燃料タンクのタンク洗浄の説明をしているんで、詳しい説明をぜひ依頼してみてください。もううちにもね、結構問い合わせが来るんですよ。問い合わせが来るんで会社の方に連絡してます。もうたくさんみんな動画見てくれて本当にありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。